さあこのセクションではですね、複素数平面というものを導入したいと思います。複素数平面って何なのかっていうと、まあ、読んで字のごとくなんだけど、複素数を使って平面上の点を表すっていうことなわけです。どういうことなのかね、これまでですね、普通に XY 平面とかいうふうに言われたならば、まあ、X 軸 Y 軸を書いてあげて、 X 座標が A で Y 座標が B の部分っていうのを点 AB なんていうふうに表したりとかしてたわけじゃない。Okay、とかですね、例えばですけれども、もしこの点を P とかっていう風にして、仮にベクトルを OP っていうのを考えるならば、こいつをね、1ベクトル、まあ、スモールベクトル P なんていう風に表したりとかすることもあったわけですよ。こういう風にですね、僕たちっていうのは XY 平面が与えられたならば、その平面上の点の場所っていうのをこういうね、座標とか成分を用いて表すことができたわけです。これをですね、今度は複素数でやってみようって話なわけです。なんでそんなことするんですか、これはね、後々解説を進めていけば分かっていくんですけれども、実はですね、これで考えていくとめちゃくちゃ便利な場面がいっぱいあるわけです、だからね、わざわざこういうものを考えていくわけなんですね、ちなみにですね、複素数平面、他にもですね、ガウス平面とかっていうふうに呼ばれたりとかすることもありますが、まあ原則ですね、ここの範囲では複素数平面と呼ばれることの方が多いかなと思います。もっと言うとですね、大学に入るとですね、複素平面っていうふうに言ったりとかもします。っていうか、複素平面の方が一般的で、あんまりまあ複素数平面ってね、大学以降では言わないんですけれども、まあまあ同じものだと思っていてください。で、複素数に関してはすでにですね、数学2で学習していて、どういうものだったのかっていうと、こういうものだったわけですね。 Z イコール A プラス BI っていうふうに表された数字だと。ちなみに A と B は実数だったわけですね。こういうふうに表されていて、この i っていうのが何だったのかっていうと、虚数単位と呼ばれている2乗してマイナス1になるものでしたよね。さあ、こういうふうに複素数ってものを扱ったんですけど、若干復習が必要だと思いますので、こっち行ってみましょうか。さあ、複素数っていうものはどういうものだったのかっていうと、実は数の宇宙だったわけです。もう世の中に存在している全ての数をですね、複素数っていうふうに呼んでるわけですよ。で、普段ですね、普段僕らが使っているって言い方あれだな、実際にですね、こう数字として、実生活の中で使っていくようなものっていうのは、基本的に実数って呼ばれている数字なわけです。実在している数字なわけですね。じゃあ、複素数平面の中にあって実数じゃないものを何て言ってたのかっていうと、俺たちはこういう数字のことを虚数なんていうふうに言ったわけですね。虚数。違いは何なのかっていうと、簡単で、この i っていうものがついてるかついてないかの話です。だから実数っていうふうに呼ばれてる数字っていうのは、イメージですけど、イメージじゃないな、b イコール0、ね、a プラス bi で b が0になっているような数字のことを実数っていうふうに表してるわけです。逆に言うと、虚数っていうのはどういう状態なのかっていうと、 b ノットイコール0で、この i っていうのが必ず含まれているような数字のことを虚数っていうわけですね。だから実数っていうのは、この i がついていないもの、 i がついてない数字全体のことを言ってたわけです。で、その中にもですね、有理数って呼ばれているものと有理数じゃないものっていうのがあるわけです。実数っていうのは何なのかっていうと、まあ、今言った通りね、 i がついてない数字でよかったわけだけど、有理数、その中に入っている有理数ってどういうものなのかっていうと、分数の形、規約分数の形で表せるような数字のことを有理数っていうふうに言ってたわけです。例えばですけれども、2分の3とかですね、こういうやつですね。まあ、あとはちょっと書けないんだけども、 0.3333 みたいな感じでずっとこう3が続いていくような循環小数とかですね、こういうものは全部有理数って呼ばれてたわけです。じゃあ、有理数じゃない数字のことは何て言ってたのかっていうと、無理数っていうふうに言ってたわけで、無理数ってどういう数字ですかっていうふうに言われたら、無理数っていうのは、例えばですけれども、ルート2とかルート3みたいな感じで、分数の形、で表すことができないやつですね。規約分数の形で、整数整数になっているような分数の形で表すことができないような数字、数のことを無理数って言ってたわけです。まあ、他にもね、円周率の π なんかもずっと続いていく小数で、これ循環小数にはなってないものなので、こういうものも無理数だっていうふうになってたわけですね。さあ、有理数の中でもさらに整数っていうものがあるわけですね。整数ってどういうものでしたっけ。例えば0とか1とかマイナス2とか、こういう数字になっていて、自然数って呼ばれている数字は一般的にはこのマイナスじゃない数、さらに0じゃないような整数のことを言ってたわけですね。だから言ってしまえばプラスの値の整数のことを自然数なんていうふうに呼んでたわけです。いいですかね。ちなみにもうちょっと復習をすると、虚数の中でもさらに純虚数と呼ばれている数があるわけですね。
準虚数と。準虚数ってどういうものなのかっていうと、これは今度は実部がゼロになっていて、虚部だけが存在しているようなね、こう i がついてるパートだけが存在しているような数字のことを準虚数って言います。だから例えばこっちが 2i、こっちは3プラス 2i みたいな感じになっているよってことですね。i だけがついている数字、i だけがついているとか、ここの部分ですね、実数の部分がないような数字のことを、数のことを準虚数なんていうふうに言ってたわけです。いいですか。さあ、ということでこういうふうなものっていうのが一応複素数って呼ばれてたものなんですけれども、今ねちょこっとお話が出ましたが、この複素数において i がついてないパートとついてるパートっていうのが重要になってきますので、これそれぞれ名前がついてるから覚えてください。これを a の部分を z の実部と言います。実部。この i がついているこの係数 b ですね、この係数 b のことを虚部と言います。実部と虚部ですので、この名前はねしっかりと覚えておくようにしてください。いいですか。ちなみにですね、 z の実部なんていう風に書くのがちょっと面倒くさいので、実部っていうのをこういう風に表したりとかすることもあります。 re って書いて z だと、z の実部っていう風な訳し方をして、それは a ですよなんていう風に書いたりとかするわけですね。ちなみに虚部はIM っていう風に書いて、 IMZ っていう風に書けば Z の虚部っていうものを表してます。これが B ですね。こういう風な表し方をしますので、ちょっとね覚えておくといいのかなと思います。 RE 何の略なのかっていうと、リアルっていうね、あの実部のことをリアルパートっていう風に言うんだけれども、そのリアルの部分ですね。現実のって意味のリアルね。でここの IM って何かっていうと虚部のことを言ってるわけなんだけど、虚部の部分はイマジナリーパートっていう風に言います。イマジナリーパートっていうふうに言うので、Z のイマジナリーパートだと、 Z の虚部だってことで B と、こういうふうにね表したりとかするわけです。さあ、ここからがですね複素数平面のお話になってくるんだけれども、今までですね XY 平面で、例えば X 座標が A、 Y 座標が B の点っていうのは AB なんていうふうに表してたわけなんだが、これ複素数平面で表したらどうなるのか。複素数平面で A プラス BI って表された点がまさにここに対応します。Z イコール A プラス BI で、横の方向に A、 縦の方向に B 行ったような点ですね。この点と全く同じところを表すと。でこの時にこの右側ね、まあ X 成分みたいなものなんだけれども、こいつって何になってるのかっていうと、いわゆる実部の値を表してるわけじゃないですか。ここのメモリが実部の値を表してると。だからここの部分を通称ですね、実軸なんていうふうに言ったりとかします。逆にこの B のメモリを表しているところっていうのは、この Y 軸方向ですね、縦の方向になっているので、ここの部分を虚軸っていうふうに言ったりとかします。こういうふうになってるわけですね。ただですね、毎回毎回実軸虚軸っていうふうに書くとちょっと面倒くさいので、ここはですね XY っていうふうに表すのが高校の数学では一般的なので、 XY なんていうふうに書いて OK です。そうするとね、当然ね、XY って書かれると、先生これが複素数平面なのか普通の XY 平面を表してるのか分かんないじゃないですかっていうふうな、まあクレームも来るので、まあ答えを書くときにはね、複素数平面上で表すとなんていうふうにちょっと注意書きを書きながら XY っていうふうに書くのがいいのかなと思います。もちろんですね、ここに実軸虚軸っていうふうに書いても絶対に減点はされないです。実軸虚軸って書く方がむしろ正しいし、僕なんかがですね習った時っていうのは、実軸っていうのは X じゃなくて RE って書いて、虚軸の方はですね IM っていうふうに書いて軸を表していることもありました。まあ、つまり、こういうふうにですね、複素数平面の軸っていうのを表すことが一般的だったので、こういうふうに書いてももちろん OK だし、僕はこっちの方が好きなんだけれども、まあ、現行の教育課程ではですね、ほとんどの場面で XY っていうふうに表すのが習わしになってますので、まあ、こういうふうにね、今回も今の現行の教育課程に合わせて、XY で表しておくこととします。OK ですかね。さあ、ということで結局は何が言いたかったのかっていうと、 Z イコール A プラス BI って表された点は何なのか。こういうふうに XY 平面に対応させる、普通の実数平面の XY 平面に対応させるとするならば、メモリ A っていうのを取って、メモリ B っていうのを取って、その点が表すような、その場所がね、こうそれぞれ表すような点っていうのが複素数平面上で A プラス BI を表す点だよってことなわけです。いいですか。でこれもですね、表し方としては、例えばですけれども、
こういうふうに書いて、例えば Z っていうのがね、2プラス 3i みたいな感じで表されたときに、2と3っていうふうに書いて、ここにこういうふうに2プラス 3i っていうふうに表すこともあるし、例えば Z イコール2プラス 3i で、複素数 Z の表す点を P とするなんていうふうに言われたときには、PZ っていうふうに書いたりとかすることもありますし、このまんま Z なんていうふうに書いたりとかすることもありますので、まあこういうふうな表し方ができるよってことなわけです。この辺はですね、ベクトルと全く同じなわけですね。ベクトルもさ、普通にここにこうやって点 A っていうのが与えられたときに、こいつ A の成分を2、3って書いたりとかもするだろうし、単純に2、3って書いたりとかね、普通にしてもいいわけじゃないですか。それと同じようなものだと思ってもらえればいいのかなと思います。いいですかね。よいしょ。書いとこうかな。はい、ということで複素数平面におけるまずは用語の確認ですね。用語の確認、そしてどういった点を表しているのかっていう確認でございました。これを踏まえた上でですね、練習問題を簡単に解いていただきたいなと思います。さて、練習問題ですね、3つありますので、この3つ表す点を自分でね、実軸虚軸っていうのを書いて表してみてください。さあ解説していきましょう。まず括弧の1番ですね、2プラス 3i っていう点があるわけだけど、実部が2で虚部が3なわけだから、まるで xy 平面で考えたならば、まあ、一応これ複素数平面として書いてますけれども、ね、本当はこれが実軸で、虚軸だよってことな。複素数平面上で点を表すと、2プラス 3i っていうのはここ、メモリが2で、1、2、3、この辺ですか、1、2、3、この辺ですか、この辺にあるようなこういう点が2プラス 3i っていうのが表す点なわけですね。全然難しくないでしょ、okay。 はい、これが括弧の1番ですね。括弧の2番、 3-i なので、実部が3で虚部がこれ -1i ですので、 -1 のところにあるような点、こいつが括弧の2番の 3-i ってやつなわけですね。さあ、1マイナス i の2乗ってなったらどうすればいいのか、とかってなるかもしれないですけれども、実際のところこれ計算してしまえばいいわけですね。単純に a 引く b の2乗の計算だっていうふうに考えると、1の2乗マイナス 2×1×i プラス i の2乗になるわけですね。さあ思い出してください。 i の2乗って何でしたっけ。 i の2乗っていうのはかけて、これ i かける i をしたらマイナス1になるんでしたよね。そもそもそれが i の定義でしたよね。はい、ですから1引く1で0になって、残るのは2マイナス 2i しか残らないわけです。いいですか。でこれっていうのはイメージですけれども、0プラスマイナス 2i みたいな感じね。いちいちそこまで書かなくてもいいんだけど、0プラスマイナス 2i みたいなイメージなわけですよ。だから実部っていうのが0になっていて、虚部がマイナス2になっているような点なわけです。だから実部が0なわけだから、この軸上、虚軸上にあって、メモリがマイナス2だから、ここにあるわけですね。OK、この点が括弧の3番が表している点だったよってことなわけです。OK ですか。さあということで、単純にですね、複素数をこうやってパッて与えられたら点がパッて打てるよっていう、この状態をね、目指してもらえればいいので、まずはそこの部分はクリアできたんじゃないのかなと思います。こんにちは、迫田です。高校入学前で数学の先取り学習をしたい、進学校に通っていてもっともっと自分で数学を勉強したい、勉強一生懸命してるんだけれどもなかなか数学ができるようにならない、問題解説動画全部僕が作っている数学の取説、ぜひ手に取ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。